ゴム1本でとっても簡単にこんな可愛いアレンジができるので紹介したいと思います。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。ひとみです。はい、ということで今日はひとみさんドレスを着てますが、はい、今日は結婚式のお呼ばれに合うボブヘアのハーフアップアレンジを紹介します。まずブラッシングします。毛先から絡まりがないようにしっかり溶かしていきます。 26mm のコテで毛先を巻いていきます。耳より前の髪の毛を太羽にマンカールします。後ろの髪の毛も半分に分けて前に持ってきて外羽にします。反対側も同じように耳より前に髪の毛を分けて先を外羽にします。後ろの髪の毛を少し前に持ってきて巻くと巻きやすいです。最後に真ん中をまとめてコテを床と平行にしてワンカール巻きます。次は遅れ毛を巻いていきます。遅れ毛の量は眉尻とこめかみの間が隠れるぐらいの量を取ります。あまり量が多すぎると重くなっちゃうので肌が少し透けるぐらいの量を取ってください。もみあげは少しこの耳の下の部分から出してあげると可愛くできます。では実際に遅れ毛を巻いていきます。毛先を外にワンカール巻いてあげます。あんまりグリーンとなってほしくないのでもうさらっと熱を通すぐらいがちょうどいいと思います。反対側も同じように巻いていきます。コテを縦に入れると巻きやすいです。お呼ばれ系のヘアアレンジはしっかりまとまることが大事なのでバームをこのぐらいの量使って髪の毛になじませていきます。バームを髪の毛全体になじませていきます。で全体に広げたら内側の襟足から広げて毛先からなじませていきます。最後に手に余ったのを前髪にも軽くつけてブラッシングします。ブラッシングすると全体にバームがなじむのでアレンジしやすくなります。まずこんな感じで3つに分けていきます。三つ入りの位置で分けています。サイドの髪の毛を真後ろに持っていってまとめます。手ぐしで溶かしていきます。次にゴムで結びます。下の毛を一緒に結ばないように一度手で下の毛を押さえてからゴムで結ぶとアレンジしやすくなります。耳より少し下の位置でゴムで結んでます。ゴムを1センチほど下にずらしてくるりんぱします。くるりんぱをした毛先の右側を左に左側を右にねじりながら引っ張ります。少しねじって引っ張るだけでゴムが隠れてこなれ感のあるくるりんぱができます。次に遅れ毛を出していきます。さっき巻いた、部分ですね、眉尻と顔のこめかみの部分が隠れる幅ともみあげの部分を引き出してあげて少しバームがついてるのでほぐしてあげると遅れ毛がナチュラルに可愛く出せます。頭の形が綺麗に見えるようにゴムを押さえて内側の部分をわしづかみにして少し上に持ち上げます。そうすると丸みが出て頭の形が綺麗に見えます。くるりんぱの部分もほぐしていきます。ゴムを押さえてゴムの方から2箇所つまむ程度引き出します。反対側も2箇所引き出していきます。こんな感じでほぐせたら最後に後ろの髪の毛を前に持ってきて完成です。このままでも可愛いんですがこういうヘアアクセサリーを使うとより華やかになります。こういうバレットタイプのアクセサリーは留めやすいので簡単でおすすめです。くるりんぱの下のゴムの位置と下に降りてる髪の毛を挟むイメージでバレッタをつけてあげると可愛くできます。はい、ということでめちゃくちゃ華やかにねバッチリ決まったと思いますね。いつもと全然違うんですよね、はい、で今日ねむちゃくちゃシンプルなもうヘアアレンジ皆さんでもできるようにちょっと作ったんですけど今回ね使ったバレッタタイプこれはこれでねまた華やかになると思うんですけどいろんなねヘアアクセお持ちの方って結構多いと思うんですよね。例えばこういった三日月タイプのやつだったりと
とか、あとはクリップタイプ、こういうのをアクセサリーを付け替えるだけで同じヘアレンジでもだいぶ雰囲気が変わります。じゃあまず三日月タイプ、これを使っていきます。これ使い方がわからないという方も結構いらっしゃると思うんですけど、これ付け方のポイントがあって、下から付けちゃったりとかするとずるっと外れてしまう可能性があるので、こういったタイプのやつは斜めでも立ててもいいんですけど、まあ個人的にこのヘアスタイルだったら斜めにぐさっとさせたり、そうすると見てください、だいぶ雰囲気変わったりしません？で、こうやってつけることによって外れにくいですし、しっかりとキープできるのでおすすめです。次にこういったクリップタイプのヘアアクセ、付け方は簡単なんですけど、こういったね、ハーフアップのヘアアレンジだったら個人的になんですけど、横に耳後ろとかにつけてあげるだけでも全然華やかさが出るのって分かりますか？真ん中につけてもいいんですけど、個人的にね、やっぱりこう写真を撮ったりするときに前から見えた方がちょっとねおしゃれだったり可愛さも増したりもするかなと思うので、今回はちょっとこの耳後ろでつけてます。今日着てるドレスはタリルさんでお借りしたものなんですけれども、ドレスだけじゃなくて、バッグや靴やヘアアクセサリーなどすっごい種類がたくさんで、もう選ぶのが大変なぐらい全部レンタルできるので、結婚式の時に、毎回毎回新しいドレスを買ったりとか新しい小物を買ったりとか難しいと思うんですけど、レンタルなら気分を変えて好きなものをいっぱい選べるのでおすすめです。私今回選んだのも好きなブランドさんのお洋服があったりして、すごい選ぶのもワクワク楽しかったので、ぜひ皆さんも活用してみてください。今日のヘアアレンジの手順の記事と、あとドレスレンタルカリルさんのホームページのリンクは概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になってください。今日も、最後までご覧になっていただいてありがとうございました。皆様のためになるように今後もいい動画を、頑張って作っていきますので、これからもよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。